皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。長芋ということで、今日は豚こまと長芋、食材2つをフライパンで焼いて調味料を絡めるだけで節約簡単美味しいコクうま長芋ポークを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。みりん大さじ2、醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1、砂糖小さじ2、ごま油小さじ2、すりおろしにんにく小さじ1を合わせておきます。はい、では今日は長芋を 250g、 だいたい長さで 10cm ほど使用します。今日は皮付きのまま使っていくので、きれいに水で洗ったらひげが外側についているので、やけどしないように長芋の中心などに菜箸を刺してコンロで炙ってひげを落とします。もし皮気になる場合は取って使用してください。ひげを取ったら1センチ幅程度の厚さに三月切りします。豚こま切れ肉 250g に塩コショウを少々振り、片栗粉小さじ2を加え、全体に片栗粉をなじませます。少し豚肉が大きい場合は食べやすい大きさにちぎってください。豚肉に片栗粉をなじませたら、フライパンにサラダ油をひいて中火で温めます。ではフライパンと油が温まったら、豚肉を広げてフライパンに並べます。では豚肉を広げたら、豚肉をフライパンの半分に寄せて半分に長芋を並べます。では豚肉と長芋途中で返して両面に焼き目がつくまで焼きます。長芋は今回シャキシャキとした食感残したいので、ほんのり表面に焼き目がつくくらい火を通してください。はい、では4分ほど炒めて豚肉にも火が通って、長芋にも両面ほんのり焼き目がついたら、豚肉と長芋を混ぜ合わせます。では全体合わせたら、合わせておいた調味料をよく混ぜ合わせて、フライパンに流し入れたら強めの中火で加熱して水分を飛ばし煮絡めます。はい、では全体に調味料が絡んだら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。お皿に盛り付けたら、全体に刻んだ小ネギと炒りごまを散らします。 OK。 はい、ではこんな感じで豚かもと長芋、2つの食材で節約簡単美味しいコクうま長芋ポークの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は長芋と豚こま、食材2つで節約簡単美味しいコクうま長芋ポークを作ってみました。それでは本日はザ・レモンクラフトで乾杯。乾杯。クラフティー。じゃあ早速いただきましょう。今
回は、まあ、恒例の豚こまと長芋を合わせて、ほんとこう焼いて調味料を絡めるだけですごく美味しく食べれる長芋ポークを作ってみました。このなんか全然ステマとかじゃないですけど、これめちゃくちゃ美味しい。このレモンクラフト、すっごいね、味がしっかりして濃くて美味しいです。なんか久しぶりにこう美味しいなって思った。毎日美味しくないんかいって感じなんですけど、毎日美味しいんですけど、すごい特に美味しいなって感じましたね。じゃあまず豚こまをいただきます。じゃあいただきます。ポーキー、柔らか。じゃあ長芋もいただきます。うん、使いやすい豚のこま切れに片栗粉をまぶして焼くことで、こま肉なんですけど、ほんとお肉がしっとり柔らかに美味しく仕上がります。でフライパン半面でお肉を焼いて、半面で長芋を焼いて、長芋は今回シャキシャキ感を残したかったので、ほんと表面にほんのり焼き目がつく程度まで焼くと、ちょうどこう豚肉にも火が通ってくるので、シャキシャキっとした長芋の食感がすごく美味しいです。長芋ってこうしっかり火入れるとホクホクとした食感になるんですけど、加熱時間を調節してこのシャキシャキの食感もすごく美味しいです。じゃあお肉と長芋をね、一緒にいただきます。うん。で味付けは醤油プラスオイスターソースを合わせることで、オイスターソースのコクや旨味が口当たりよく美味しく食べれます。ごま油も入れているので、ちょっと中華系寄りの味なんですけど、豚肉や長芋にもすごくよく合います。長芋も皮の部分美味しく食べれるので、ヒゲだけコンロで炙って、すごく栄養があるので気になる方は取っていただいてもいいんですけど、一緒に食べても皮も美味しく食べれるようなレシピです。なんかほんと夕飯を作るのがめんどくさい時って、炒め物に頼りがちになりません？なんかこう豚肉炒めただけとか、丸々炒めただけとかっていう感じに我が家でよくなったりもするんですけど、ほんと食材2つを炒めただけなんですけど、かなりソースも美味しいですし、お肉がすごく柔らかく仕上がるので、ちょっとまあ炒め物ではあるんですけど、すごく豪華な一品になると思います。うん、はい、ということで今日は節約簡単美味しいコクうま長芋ポークを作ってみた動画でした。食材2つを炒めて調味料と合わせるだけなんですけど、柔らかな豚肉とシャキシャキの長芋、旨味がぐっと詰まった味付けがすごく美味しいレシピになってます。今回も炒める工程、本当は少ない工程で少ない材料で簡単に美味しく作れるレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、コクマー。無限にシャキシャキしたい。